神戸市営地下鉄神戸市バス。神戸市交通局は、兵庫県神戸市内で公営交通事業を行う神戸市の地方公営企業の一つである、地下鉄、路線バスを運営している。かつては、市電やロープウェイ、観光バスなども運営していた。するっと関西で、カードに印字される符号は入場記録用は、神港で、校舎記録用が SC である。 神戸市内で軌道事業と発電、配電事業を行っていた神戸電機を買収し、神戸市電機局として発足し、4路線 12.3km で開業した市営電車事業を始める。その後、資源の保管などを目的として、1930年9月に須磨駅前引く名田桜区地下 15.1km で市営バスの営業を開始する。 1939年に、配電事業の統制の一環として電気局の発電事業を日本発送電に、配電事業を関西配電に譲渡とし、交通事業のみとなったため、1942年5月に神戸市交通局に改称する。1952年10月に地方公営企業法が施行されたため、公営企業として発足する。その後、 バス路線の統廃合や資源の廃止が行われ、1977年から1987年にかけて地下鉄、精進、山手線の開業、阪神、淡路大震災での被災、2001年の海岸線の開業を経て現在に至る。KC は京都市交通局が使用しているため、神戸の神を神と読み替えて SC としている。 また、大阪市交通局と同様に、校舎時には時刻も印字されるためた手書きで印字される。ありがとうございます。